はい、どうも、まさきです。今日は兵庫県の関西百名山、高見倉山に登りに来ました。はい、今日のメンバーは、ジョーとターチンでーす。いやー、お久しぶり。ぶり。いただきます。久しぶりの。めっちゃ美味しい。うまい。出来たて。出来たてとか初めて食べたの。はい、駐車場から10分ぐらい歩いて鹿島神社に到着しました。はい、柏餅も食べてね。美味しかったですね。熱々の柏餅初めて食べました、はあ、わー、おしゃれやん、これ。八やで、八。これでちょうど八。八の字で。あ、そういうこと？八行ってから拝む？こっからやな、登山も。よーし。神社を抜けて行くよ。防護柵。はい。お、手前やった。手前でしたわ。引きドアだよ。引くだよ。引くだよ。いきなり階段や。もう一個。よもぎ餅食べないと力が出ない。食べすぎや。今度食べすぎで動けないよ。はい、鹿島神社から高見倉の山頂まではコースタイムで2時間ぐらいですね。はい、百条岩っていう岩を登って、で周回コースで回っていきます。展望台見てみる？大丈夫ね、あんま景色ここで変わらない。ちょっとすごいやん、ターチン。はい、今百条岩を登ってます。結構ね、傾斜があります。はい、
しょ。ファイト見せて。柏餅食べたやろ。柏餅もうここで使い切るか。柏餅使い切る。柏餅もう使い切るかもしれないところで。そうでもないよ。結構登るけど。死ぬ。風あるからいいわ。そうですね。うん。先生。激暑や。あ、ここ山頂ちゃうか。もう一個向こうか。うん。うん、偽ピークや。鉄塔や。ロン。鉄塔がすごいよ。ここピーク？いや、どうしようか。どうすんの？ピークあります。ピークない。ほんまやな。結構アップダウンあるな。あっこずっと縦走して、これが高見倉山です。ここに向かいます。死んだよにゃ。汗だくだよ。登り切った。登り切りました。すごい山登ってるみたいな。アルプスやからな。アルプス舐めたら。ハリマ。ハリマ。ハリマ富士や。舐めたらなんでよ。あの岩がやばいようにや。どれ？岩肌かっこいい。うわ、ほんまやな。今度はすげえ。登ってきた。って感じしますよね。歩いてきた稜線やん。歩いてきた。白い一本道。三角点やで。しんどいからエアタッチで。エアタッチで。バテでね、エアタッチしておきます。気持ちタッチで。あった？それやな。言うてた。一本の支え。こんにちは。あ、これなんか書いてる。あ、まだ60分かかるん。結構ありますね。ほんまや。結構下るな。結構怖いな。怖い。やっぱあれやな、上りの方が滑りそうや。滑りそうや。よいしょ。着いた。
なんて書いてるか分かれ、うん、高見倉まで15分。ここが長尾奥山。はてぇ暑いなしか言うてないだっけ。風なかっためっちゃ暑いね。風だったらね、うん、やべえ。もうちょっとで着くで。でも20分。あそこ見えた。あそこが山頂ですね。あっこの看板のとこですね。はあ、もうちょい。最後めっちゃ登るやんこれ。登るんやないかい、これほんま。この一歩が、この一歩がツバクロ北アルプスへの一歩につながると信じて私は登ります。この一歩が北アルプス重曹の一歩につながるのでトレーニングします。このもう出ないと。ニア尺が長いよ。尺腹だよ。ニアの尺腹が出たよ。そんな長い尺無理だよ。いや、そんな長い尺僕耐えれないよ。もう一度置くか。ここ看板のとこや。もうちょっと高見倉山頂って書いてる。見て、ウインクしてる。さて、そこめっちゃ映えるで。うん、ポーズとって。いいわ、ターチン動画やで。ターチン動画やで。動画じゃ恥ずかしい。やめてよ、動画は恥ずかしいように。はい、今からちょっとご飯作って食べたいと思います。タッチン飲めてない。飲めない、凍ってるよ。飲めないよ。熱中症だよ。これはやばい。これはやばい。
まい。すごい。うまい。うん。みたらしごぼかずになってる。うん。全然汚いな。うまい。うまい。じゃあ、みたらしの鯛がめっちゃ。全然甘く、何？甘くないん。甘い、甘い。甘い。甘いけど、その嫌じゃない。その味付けとしての甘さっていうか、その。はい、ご飯も食べたんで、駐車場の方に下山していきたいと思います。コースタイムでだいたい1時間ぐらいです。はい、では降りていきます。結構急よな。え、駅より全然さ急。うん、急急危険よ。あ、濡れて遊べるかもな。雨の日ここは無理。行ける？あ、影涼しい。最高。あ、道路見えた。あそこや。もうじきや。よし、降りた。あとロード20分、はあ、暑いだろうな、ここのロード20分。はい、歩いてきた稜線見えます。からずっと歩いてここ山頂やな。ほんでこう降りてきたんですね。いや歩いた。あー、結構距離あるよ。結構歩きましたね。はい、降りてきました。はい、今回は兵庫県の関西百名山高見倉山登ってきました。結構ね、もう夏ですごい暑かったですね。はい、皆さんもね、熱中症に気をつけてまた山登り楽しんでください。はい、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。その時でした。さよなら。